ロードワークしてるんですが、なかなかボクシングのスタミナがついてこないのですが、スタミナの強化方法とか何かありませんか。体格は筋肉質で体重があるから余計にスタミナ消費激しいんですかね。あとね、うん、それもありますね。筋肉質で体重があって筋肉質なのを分かってて、筋肉があると使いたなるでしょ。あ、なんかほら刀持ったら切りたなるみたいなと一緒で、筋肉あるとやっぱ筋肉使いたなるんで、うん、でついつい筋肉あの必要以上に筋肉使ってしまってスタミナ消費するのは確かにあるんですね。で一個走ってもスタミナ走るのは上手くなるんですけど、当然ボクシングにはそれ使え、なんかそのまま使えなかったりするので、走って基礎体力だけつけたらそのスタミナをこのボクシングの方に切り替えていかんとあかんので、例えばなんかごめんなさい、サンドバッグがあったとしたら、例えば3分のうち最初の30秒は綺麗なフォームでバン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 綺麗なフォームで打つ、そして次の30秒でラッシュラッシュ、これずっと30秒、で次の30秒また綺麗綺麗綺麗なフォーム、ガード意識しながら綺麗なフォームで打つ、でまた次の30秒、うわこれ何ラウンドかすると、あ、多分1ラウンドやるだけでも相当しんそうなると思うんで、これ3ラウンドとかやったら余裕で3ラウンド戦えるようになるんで、これでスタミナつくんで、それちょっと試してください。